それでは質疑の時間に入ります。ご質問際は社名とお名前をお願いいたします。また手を挙げていただいて私が当てたらご発言お願いいたします。それでは、どうぞ。鈴木さん、すいません、北日本新聞の楠木です。よろしくお願いします。3点お願いします。まず構造的な財政赤字の解消が2年前に、解消されて、新幹線の建設負担金も29年度で終了する中で、迎える新年度の予算編成ですけども、改めて予算編成自由度が高かったのかどうかとか、予算編成の感想を改めてお聞かせください。次にですね、積極性というものを財政の健全化を維持した上で積極性も出していくというところで、検査の発行を増やしているように見えるのですが、その辺の判断の理由と、そこでなぜその基金の取り崩しではなくて検査の発行で対応されたのかというところも判断の理由なんかもお聞かせいただけないかと思います。あと最後にですね、人口減少社会の対応というものにすごく力の入れた予算編成だと思いますけども、希望出生率 1.9 の実現という高いハードルを掲げて、意欲が示されていると思います。未来創生戦略の目標は、2060年に80万何千人だったかだと思いますけれども、それに向けてここ数年も人口減対策取り組んでおられて、それに一定の歯止めを、ここ数年のその人口減対策の効果というものをどう検証しておられて、さらに新年度予算でどういう思いを込めているのかというのを、その辺を聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、まずですね、財政構造赤字は2年前に解消できましたし、おっしゃるように北陸新幹線の負担金も、終わったんですけれども、そういう意味では特に13年前に就任したときは約400億円の、財政構造赤字、それから、2000億を当時としては超す、新幹線の負担金を払わなきゃいかんということでありましたから、大変厳しい、相当危機的な財政状況でしたので、行政改革、財政制限しっかりやらなきゃならなかった。またそれにも理解していただきながらですね、とは言っても元気手山作りも進めてこなきゃいけなかったということですが、今回そういう意味ではこの2つの大きな、ハードルを、乗り越えた形になっておりますので、そういう点では少しですね、予算編成についてもこれまで以上に積極性というか前向きに取り組む基盤はできたと思います。ただ一方でですね、国の財政も大変厳しいわけで、国地方を通じて基本的には厳しい財政状況が続いておりますから、予算編成の思いとしてはですね、まさにご質問にあったように今後も財政の健全性は回復できたんですけれども、それをこう維持しながらさらにこの機会にですね、これまでだとやはりなかなか踏み切りにくかったことも含めて、将来の富山県、特に、新幹線開業もあって富山新時代に入ったと思いますので、さらにこの機会を生かしてですね、新たに富山県を飛躍させるための新しい挑戦をやっていきたい、そういう意味で、取り組んでおります。から県債の発行額が増えているではないかという点については、むしろこれは事業の性格でですね、例えば新しく県立大学の新棟を作るとか看護学部を作るとかっていうと、
それによって生まれる効用っていうのは30年とか40年続くわけですから、それ単年度に積立金を崩してやるというよりはね、その負担をずっと30年から40年、毎年50年使う県民やなんかお使いいただけるわけですから、各世代がその負担をするという意味では、ね、むしろ県債の発行で対応する方が素直じゃない。ただし、同時に県債残高がこれ以上増えないようにしたいわけですね。それも念頭に置きながら、冒頭ご説明しましたように、県債残高は幸いですね、これからもですね、今年で4年連続、今の少し県債発行額が増えたように見えますけれども、30年度末残の見込みでもですね、4年連続県債の残高が減ったことになりますから、まあ、そういう意味では財政の健全性ということに十分利益した積極的な取り組みだと言えると思います。それから合わせて人口減少時代で、まあ、出生率 1.9 という、まあ、ある意味では、まあ、希望出生率が 1.9 ですから、ぜひ達成したいと思っているんですけれども、まあ、しかしまあ、ご承知の通りで 1.かつて 1.34 まで押したのが 1.51 とか 1.50 まで上がってはきたといっても、まだまだ高い目標なので、じゃあそれをどうするかという点で、まあ先ほど申し上げましたように、第三子の保育料の原則無償化というのは2年前になりましたけれども、一子二子についてもですね、先ほどご説明したようにその無償化等に踏み切ってですね、まあ、経済負担が心配だから、本当はお子さんを2人もしたい、3人もしたいというのをですね、まあ、お一人とか、あるいはそもそも出産することにためらいを感じるといったことがないようにですね、これを最大限に努力したい、まあ、子育て応援券を増やすことにしたのも、まあ、そういうことであります。まあ、そんなことによってですね、からもう一つは、まあ、UIJ 担とか移住を進めるというのも、幸い富山県への移住してくださる方、UIJ 担はもちろんもっと若いわけですけど、20歳代、30歳代の人が7割ですから、でそういう方々が移住してくると、まだ移住した後結婚される場合もあれば、ご夫婦で移住してくださる場合もあるので、そういった方々がそこで安心して子供を、お子さんを作っていただければ、さらに出生率が高まったり、出生数が高まるというふうにつながりますから、まあ、そういう意味では、これはぜひ積極的に取り組みたいと。そういう意味で、子育ての経済的負担の軽減、保育料の軽減というような話、子育て応援券の話と合わせて、UIJ 単移住促進にですね、まあ、全力を挙げると、まあ、予算の面でも行政組織の面でもそういう体制を取ったということをご理解いただければと思います。はい、岡部さん。 KNB の岡部です。2点をね、いたします。多少ちょっと今の質問と重複するところもあるんですが、まず1点目は、平成30年1年度以降についても、まあ、要調整額が見込まれるということなんで、まあ、当面は厳しい状況が続くというところなので、まあ、これに対する、まあ取り組み方針といいますか、今後の見通しをお願いしたいのが1点と、もう1点はですね、まあ、政策経費が、プラス 1.0 で増えているというところで、まあ、これに対する思い、背景などを改めてお聞かせいただければと思います。はい、まず、まあ、要調整額がですね、31、32と、まあ、やっぱり引き続きあるということについてはですね、先ほど申し上げました通り、まあ、財政構造赤字はゼロにできたといっても、まだまだ財政健全性を維持していくのはですね、やはり緊張感を持って取り組まなきゃいけない財政状態だと思います。
ただ幸いの今年の場合も昨年の秋の時点で約30億の予知予算額ということでしたけれども、まあ、国に、まあ、適切な地方財政対策を、まあ、要請する、働きかける、合わせてさらに行政改革努力もして回収できました。で、まあ、この31、32もですね、確かに予知予算額が残るんですけれども、まあ、これは一定の過程で試算しておりますから、そうした点で若干慎重に見ている部分とか、あるいは、まあ、なんとかそれは国への働きかけ等で改善をする、あるいは自己努力でさらに経費節減してもらう、こういうことでなんとか乗り越えられる、まあ、数字ではないかと思っております。それから政策経費が伸びたという点についてはですね、まあ大体まあ、新幹線の負担金ですとか、あるいはかつてリーマンショックの時に非常に多かった緊急融資制度、こういったものの増税源を外してみると、1% 増ということですし、さらに2月補正予算を前の年も今年も入れてみると 5.9% ということですが、まあ、私は実感としてはですね、まあ、やはり構造赤字がゼロにできたということ、新幹線の負担金が、まあ、なくなったということで、まあ、さっき言ったように、できるだけ緊張感を持った財政運営をしているんですけれども、そういうかなり大きな首引きというか、足かせが取れたのでですね、政策経費を伸ばすことについては、ね、もちろんいろんなことを考えて、進めて取り組んでおりますけれども、まあ、従来よりもより前向きに決断しやすくなったな。で、そういう際もさっき言ったように、確かに単論の意味では検査の発行が増えるかもしれないけど、過去に起こした検査の発行の消化がどんどん進んでますから、そうすると検査残高はそれでも減っていくと、こういうことがあればですね、まあ、財政の健全性は確保できていると。それから過去ですね、例えば退職者、団塊の世代の人が退職して非常に退職金も非常に大きかったんですけれども、まあ、退職金もですね、確かピークが今年32年度がピークかということですから、まあ、そういったところも見通しながら、先ほどの予知予算額なんかの計算も、平成30年度の退職金今より増えるという計算も入れて、ああいう数字になってますから。しっかりその辺の収支見通しを念頭に置きながら、まあ、しかしできるだけ積極的にという、特に私今富山県は新幹線開業でほぼ満3年経って、これ今がですね、去年今年とか来年とかここ数年が非常に大事な時期だと思うんですね。ここで日本全体が人口減少で少子化が進む、それから地方が全体としては残念ながら地方が地方創生と国が言ってくださっている割には、残念ながら県単位で見ると全世代で人口減がですね、毎年3000人とか5000人とか6000人という県もあるわけですから、まあ、そういう中では天満県外国人を入れる人の数字ではありますけど、一昨年が226人、今年昨年が358人でしたが、こうプラスになってきている。この勢いというものを大事にして、さらにですね、まあ、例えばそれでも男性の方はまあそれなりだけど、女性の率はまだ減ったとはいえついている。こういうところをしっかり、例えば若い人、特に女性がですね、これまで以上に魅力を感じる富山県にしていかないか、まあ、そういうところが実は子育て支援策とか教育の推進とか文化の振興とかの施策にそういう視点を持ってやってますし、それからまあ、産業の政策でもですね、これまで以上に例えばデザインとかクリエイティブ産業を重視するっていうのもですね、やまくものづくり産業が盛んなだけに、まあ、ものづくりが盛んだからといってものづくり女子もいらっしゃるし、してもらったらいいと思うんですが、それだけじゃなくてですね、やっぱりデザインとかクリエイティブ産業となると、
常に男性従業員、女性が関心を持つ分野ですから、そういった分野の産業振興も、ね、積極に進めようとしているので、実はそのことも狙いとして、そういう視点を持ってやっているんですが、富山県の産業構造をもっと幅広くして、男性だけじゃなくて、女性なんかはこんな働き口がある、こんな活躍の場があるなら、富山に行って働きたい、暮らしたい、こういうふうに選んでもらえる県にしたい、それにはやっぱり産業の面でも幅広く、また教育や子育て支援環境も良い、安全、食べ物の美味しいも含めてね、そういう意味では地域の総合力が問われる時代、そうでないと若い人も女性も選んでくれないと、こういう今時代になっているんだと思うんですね。そのことを意識して様々な政策を、まあ、総合的に進めている。まあ、今日の説明少し長くなりましたが、各フェーズに思い入れがあるからつい長くなっちゃうんですが、そういうことを理解していただくとありがたいですね。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。岡部さん。富山新聞の岡部です。よろしくお願いします。すみません、歳入面のことで少し細かい話になるんですが、立地企業の動向としてですね、北電さんが今期無敗ということを方針示されまして、県としてもかなり大きな株のことが巻かれているかと思うんですが、配当面での債務の影響ということをまず言っていると。もう一点、富山の大きな企業である藤越さんが今回本社を東京に移されたということで、そうするとその法人税との税収面での影響も少しあるのかなと思うんですが、この点について影響いかがでしょうか。はい、まず北電さんの方ですけれども、まあ、従来ですとですね、大体以前は年間25円ぐらいの配当でありました。で当時はですね、大体年間20、通年で50円だ、通年で50円の配当でしたが、当時は大体5億円あるいは 5.5、6円ぐらいの収入が、まあ、配当をいただいてたわけですね。で、それが20、まあ、今回は、1.1 億円ぐらいに、まあ、減って、29年度はですね。ですから、まあ、差としては 4.5 億円ぐらいですか。まあ、今後のは、まあ、どうなさるかもちろん、北電さんのいろんな経営見通しにもよりますけれども、まあ、そういう意味でそのぐらいの減収にはなっているということですね。だから藤越さんについてはですね、まあ、私どもは個別の企業の税収見ても、まあ、北電さんについては、まあ、実際にはかなり明らかにされておりますから申し上げましたけれども、まあ、藤越はやっぱり個別企業ですから、ちょっとここにいくらということはちょっとお答えしにくいんですけれども、ただ一般論として申し上げますと、法人活動としての 本店が東京に移管されることによる法人県民税とか法人事業税とかですね、それからその東京に移転する従業員の方の個人住民税とかね、まあ、そういったようなものが、まあ、減収要因になるということに、と思われます。ただ東京に移管される従業員は、まあ、正式に聞いたわけじゃありませんが、即分するところによるとですね、まあ、数十人程度というか、数十人といっても50人に満たない、もう少し、まあ、20人とかそういうプラスアルファぐらいの数字のように、まあ、漏れ聞いていますので、そうするとですね、まあ、藤越さんの従業員の方というのは数千人ですから、そういう意味でご承知のように法人の法人事業税とか法人住民税というのは、結局本社だとして、その
その工場なり研究機関施設が他にあると、あのそこにいる従業員が何人いるかということで配分する比率が高いものですから、そうすると数千人の中で数十人移られたとして、そんな大きな影響はまあないというふうに考えています。ということで、はい、他にいかがでしょうか。松浦さん、すいません、あの今回の予算、特にその人口減対策に重点を置かれていますが、その観点からこの予算を名付けるとしたら、どういう命名をするでしょうか。それと、あの人口減対策というと、やはりその民間企業とかですね、一般の県民の、まあ、その自助努力とかですね、ライフスタイルを考えることも必要になってくると思うんですけれども、まあ、今回の予算の発表にあたって、その県民とか県内企業に対するメッセージみたいなものはありますでしょうか。そうですね、あの、まあ、冒頭 の、 あの資料1にありますように、ね、今度の予算は、まあ、あの私の気持ちとしては、あの元気富山の創造で富山新時代新たな挑戦という、これは本当に素直な私の気持ちなんですね。で、あのその中に、あのまさに少子化に伴う、あの、まあ、人口減少、あるいは生産年齢人口の減少ということがある。一方で、あの経済はおかげさまで日本全体がある程度回復必要にあり、特に北陸は各全国の8ブロックぐらいの中ではトップクラスでいい状態になっている。ですから人手不足感も高まっている。で、そこで、あのから、ま、もう一つは地方創生戦略の時もそうでしたし、今度の10年計画でもそうですが、まあ、このままいくと、あのあれ2050年かな、60万6000、人口が、56万、2050年だったな。で、60万、あれを80万5000、6000ぐらいの16万増やそうということにしてたよな。64は80万人だろ、66だから 80万6000人ぐらいがいらっしゃる。そういう目標も掲げていますから、あのそれを実現するためにですね、あのできるだけ、あの若者や女性の皆さんに、あのもっと富山県にで活躍してほしいんだけど、最悪これもですね、全く何千人も毎年減ってる県と比較すると申し訳ないんですけれども、うちは外国人入れたとはいえ、まあ、あのプラスに20歳から24歳までで言うと男性はプラスになってますし、まあ、女性はマイナスとはいえ、あのかつて600人ぐらいマイナスだったのに今300人台ぐらいまで減ってきてますから、あの言うなれば目標に向かって少しね、あの目標とするところにとてもあの届かない、あのそうですね、箱根駅伝でいうとね、先に走ってるランナーの姿も見えない状態になってて、だいたい目標とするところの姿が見えてきてるんですよ。だからいろんな政策、今までやってきた政策も決してあの効果がなかったりじゃなくて、さらにこれを技術強化すれば、あの非常に高い目標だけれども実現できないこともないんじゃないか。そのために今今度の30年度予算では考えられるさまざまなことの中で一番効果がありそうなことを、まあ、精一杯やったと。でその中には、例えば経済界にも呼びかけて、例えばいくら我々がUIJ さんを進めたり移住進めたりしても、企業が受け入れてくれなきゃ困るんです。幸い企業の皆さん人手不足で何とかしてほしいというむしろ声が非常に強い。それだけあの富山県の産業は元気だからこそそうなんで、
で、その産業をもっと元気にするためにも力尽くしますけれども、働き口はあるんだから、ぜひ来てくれという、このマッチングを、ね、行政として精一杯やってる。まあ、そういうことを、我々もこうやってやるから、ぜひ皆さんも頑張ってほしいと。だから同時に、山形の産業は日本の国内では随分元気な方なんだけれども、例えば、アメリカとかああいう国に比べるとものづくりでも本当は労働生産性あまり高くないんですよ、ね、自動車産業なんかはちょっと例外かもしれないけど、それから小売卸業のような第三次産業全てじゃないような分野によって比較すると、これもアメリカやヨーロッパに比べるとむしろ生産性は残念ながら低いんですよね。でこれをなんとかしなくちゃいけない。でそれ例えば IoTとか ICT とかそういうことも含めて、ぜひ皆さん県として補助金を出したり無利子融資をしたりするから、ぜひねこれを使ってもう一段活力ある、また将来に持続可能な企業経営をしてほしいと、チャレンジしてほしいと、こういうことをこの予算を通じて訴えているわけで、この新たな挑戦というのは県としても地位としても挑戦するんだけど、県民みんなでね新しい時代に来て、ここで持続可能でさらに飛躍できるようにみんなで挑戦しようじゃないか、チャレンジしようじゃないかと呼びかけている、そういう意味なんですよね。新たなチャレンジ予算ということだと思うんですよね、 IT 予算ね。はい、他いかがでしょうか。はい、高橋さん。今もう少し言及ありましたが、その2月調整も含めて非常に産業支援機関の、基本強化、例えばそのものづくり産業の高度化、生産性向上というものにかなり積極的に力を入れて配分されたように思いますが、先ほども今が大事というご発言もありましたけれども、この産業支援という部分にかけるその知事の思いというか考えをさせていただきたいというのが一点と、もう一点はすみません個別の話になるんですけど、愛の草手山鉄の新駅、手前駅、東手前駅間、これ開業見通しみたいなものはどのようになっているか、2点お願いします。はい、まず、産業支援機関ですけれども、私は今回ですね、例えば中央大学の振興、地域産業活性化 の国の事業に、全国10カ所ぐらい、選ばれることになってますけれども、これにぜひテーマ権を選んでほしいと。でテーマとしては医薬品、またできればあるこういうふうに言っているんですけれども、まだ決まったわけではもちろんありませんけれども、かなり有力な候補としてお認めいただいていることは間違いないと思うんですね。その際にもやっぱりそれだけ地方の県としたら電話県、例えば医薬品産業も2015年には生産が決まってきたし、また10年間で 2.8 倍になっている。それからアルギなんかも非常に全国の中でも押し出しなんかの技術を中心に非常に収集している。こういったことは全国的にも特に地方政府の皆さんにも理解をいただく、いただいているご了解いただけているような状況になっていると思うので、しかしまだまだ課題がありますから、ここの企業ではとてもそういう研究開発の施設を用意できない、やっぱりちょっと辛いなという話はですね、やっぱり富山県が県民の皆さんのご理解を得てですね、産業支援機関機関としてしっかりと維持して、ただしそれは県民の税金だけじゃ大変ですから、国のお金を積極的にもらってですねやっていくということをこの数年ずっとやってきて、それが成果につながってきていると思いますので、それを今回さらに地方性戦略という危ない革命、生産性革命ということを言い出した人づくりで、ある意味で富山県先行してやってきている部分もあると思いますが、これのいわばモデルケースにしてもらえるようにですね、
まあ、やっていきたい。もうそのためにもですね、この産業支援機関、ものづくり研今度、ものづくり総合技術開発センター、あるいは薬事総合技術センターというようになりますけれども、あのデザイン総合デザインセンターも含めてですね、あのこういう施設をそもそも県立でこういうレベルで持っている県はほとんどないと思いますので、あの特にデザインとか薬事の方はですね、こうしたあのものをしっかりして、あのまあ、やっていきたい。でこれはですね、特に医薬品なんかはまさにグローバルな今競争ですから、あの諸外国でトップクラスというと、あの売上だけで3兆円とか5兆円とかっていうふうにはあるんですね。うちは7000、業界全体で7000数百になったりして喜んでるけども、そのぐらいの規模感の違いがあるんで、あの全てで世界でトップというのはありえないんだけど、ある部分であの世界線の世界水準、まあ、一応世界クラスというふうにしていきたい。そのためにあの企業の皆さん、大学関係者ともそうですし、国からのいろんな情報やチームを、まあ、お借りして、そしてあの戦略的な、例えば医薬バイオとかそういったところにターゲットを絞ってですね、あの薬事園の施設なんかも整備してます。だからデザインなんかもですね、あのそういう視点でやってますから、あのそういうことにすることによって富山県が活力が出る。もう一つは若い人や女性の皆さんに、あこれまで支援して産業に、あの多彩な産業があるなら企業としてはね、生活環境を東京ではるかにいいんですから、やっぱこれは富山県に行って働いてくださいというふうに思ってもらえる可能性がある。またそうなりつつあるんで、そこが今あの勝負どころで、さらにこの流れというのを加速して、人の流れをね、東京から地方に移す、そのまあフロントの流れになりたいという気持ちでやってるということで、それからあの愛の風鉄道の新駅ですけれども、まあこれは国の予算の関係もありますけれども、まあなんとかあのこの今回の設計費、詳細設計費についてですね、国の補助金もいただいて、だいたいスケジュール通りに行けば、33年の春ごろの、まあ、開業になる。あのだいたい建設にまず30年度で詳細設計をして、31、32に建設工事をやりまして、33年の春に開業というような運びかなと思います。はい、それでは次最後にさせていただきます。青島さん。山島です。別の資料を聞いたんですけども、部活動指導員の配置ですが、教員の多忙化解消を目的にされていらっしゃるかと思うんですが、どれぐらいのその多忙化解消に何かこうイメージがおありでしたらお聞かせください。あの今言われたのはスクールサポートスタッフの方ですか、それとも部活動の方ですか。はい、あの部活動の方はですね、あの中学校で38人、それから高校では10名配置するんですけれども、まあ実際ちょっとあのスクールスタッフだと標準的なあれが出るんですが、部活動だとあのこう実際にこの指導員の方に大会が県外なんかであるような時に、まあ、県内でもそうですが、あの引率してもらったり、ただ通常の実務指導は、まあ、あのかなり大部分ですね、この部活動指導員にやってもらうということで、したがってあのまあ、計算上はですね、年に105回、1回2時間ほど指導してもらう。そういう計算に、で、あの、1時間あたり、まあ、あの、一定の借金も払うと、こういう仕組みになってますので、まあ、すごい単純に考えると、その分だけ、普通の、今までのスタッフですと、
例えば大会の演説なんかでも、あの指導教員が一緒にいなきゃいけないというふうになってたんですよ。今回の部活動指導員の場合は全面的にお願いできるということですから、まあすごくあのまああの計算上の話としては年に105日間2時間ほどですね、まあその指導、今までその指導に当たってたあの指導教諭はですね、その仕事から少し解放されますので、それ以外の仕事にあのまあ打ち込めるというか、その中には当然生徒さんと話し合ったり対話したり、生徒指導生徒と向き合う時間が余計に確保できる、こういうことになるんだと思いますね。もう一つだけいいですか。久崎さんどうぞ。すいません、今回の予算ですけども、すいません最後の一つ、知事の4期目の折り返しにあたる予算編成だと思いますが、大型の施設整備としては県立大とか、まあ、これは知事の4期目の任期中にできるものだと思いますけども、ロープウェイとかアリーナとかNHK 跡地とか、さらに先を見据えたハード整備というものの、検討というものもこの予算に含まれて、いますけれども、知事のこれから先をどの辺まで見据えて、予算編成に当たられたかということを、すいませんそれだけお聞かせください。まあ、これはですね、まあ、知事の任期は4年間ですから、当然それは意識しないわけじゃありませんけれども、総合計画は、まあ、10年計画ですし、また一昨年には30年後も進めた経済文化的ビジョンというのを作りました。まあ、いずれにしてもですね、まあ、例えばこの任期中いかに県民の皆さんのにとってプラスになるね、あるいは県保険の発展につながる政策をするかというときには、もちろん当面の 2,3 年のことも大事だけれども、同時に5年後10年後あるいは30年後、場合によってはケースによっては100年後の日本なり、そこにおける富山県の位置というものを考えて、そのために今何をなすべきかというふうに、まあ、正直ふつつかれながら私はいつもそういうつもりでやっているつもりなんですよ。それは1期目も2期目も3期目も同じ思いでして、ですから例えば今おっしゃったように、まあ、確かに NHK 跡地とか、それから富山駅、東富山の駅も、まあ、これは今の予定通りの33年の春ですから、まあ、割合近いですけれども、まあ、いろんな他の課題でもですね、順調にいったとしても、それは、まあ、5年後だとか、ケースによっちゃもっと先かもしれないということは当然あるんですけれども、まあ、これはそういうことをしっかり、さっき言ったように10年後、30年後、毎日100年後の日本、富山県、どうあってほしいか、それは県民の皆さんのいろんなご意見、ご希望も念頭において、まあ、上での話ですけれども、でその中で今、何をなすべきか、今年は何やろう、再来年は何やっていくかということで、ね、予算編成もまたいろんな条例改正とか、さまざまな施策も進めておりますので、まあ、それはぜひそういうふうに素直に理解していただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは この辺りで、予算案記者発表を終了させていただきます。皆さんどうもお疲れ様でした。